今回は Google コラボレートリーを使用中に複数のファイルがダウンロードできないというお困りのコメントをいただきましたので動画で対応例をまとめておきます。まずは2つのファイルをダウンロードしてみます。1つはダウンロードできましたがもう1つのファイルはブロックされました。 これはセキュリティの兼ね合いのようです。対応例の一つとしては、ここの設定を複数のファイルをダウンロードすることを常に許可するを選択し完了をクリックします。設定後にもう一度ファイルをダウンロードすると新たなファイルをダウンロード可能になります。 許可を取り消したい場合には、プライバシーとセキュリティの、サイトの設定のところで、ダウンロードを許可したサイトを選択し、自動ダウンロードの設定を、 確認に変更します。二つ目の対応例としては Google コラボレートリー上のファイルを Google ドライブのマイドライブ内にドラッグドロップします。 これで Google ドライブ上にファイルを移動できました。必要に応じてファイルをパソコンなどにダウンロードします。以上、簡単ではありますが RVC Web UI を Google コラボレートリーで使用する際に遭遇する複数のファイルをダウンロードできないことに対する対応例です。RVC Web UI を使うには まだまだ敷居の高さがありますが、このチャンネルに公開させていただいているチュートリアル動画やチュートリアル記事などが音声 AI に関心を持ち始めた日本の方が RVCWebUI を使う際に何かしらのヒントになることがありましたら幸いです。では、また。